席は前から1号車と2号車の前寄りです。自由席は2号車の後ろ寄りと3号車と4号車です。この列車の手洗い化粧室は1号車と3号車のデッキに。また車内販売は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。の2号車のデッキにソフトドリンクの自動販売機がございますので、どうぞご利用ください。列車内はトイレデッキを含め全て禁煙です。車内でのタバコはご遠慮ください。また客室内での携帯電話のご使用ですが、周りのお客様のご迷惑となりませんよう、車内では電源を切られますが、マナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。通話をされる際には恐れ入りますが、各車両デッキにてお願いをいたします。それではこれから先の止まります駅と到着時刻のご案内です。次の普通位置には7時58分、普通8時13分、久留米8時22分、久留米から九大線に入りまして、久留米大学前8時30分、筑後吉井8時46分、途中の日田には9時6分、日田には9時6分に着きます。日田から先に着きましては、日田を発車してからご案内をいたします。あらかじめご了承ください。車掌は藤谷です。終点の別府までご案内をいたします。次は二日市に停まります。
まもなく二日市に着きます。二日市です。快速列車の荒尾行きは8時29分着きます。1番乗り場から普通列車の久留米行きは8時7分、同じホームの向かい側2番乗り場からの発車です。降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。二日市を出ますと次は鳥栖に停まります。です。この列車は特急列車です。乗車券の他に特急券が必要です。二日市を出ますと次は鳥栖に停まります。閉まるドアにご注意ください。
車ありがとうございます。まもなく鳥栖に着きます。鳥栖です。長崎線はお乗り換えです。鳥栖から中丸神崎佐賀方面普通列車の肥前山口行きは8時48分。ホームが変わります。2番乗り場から肥前鹿島諫早方面長崎行きの特急列車かもめ7号は8時16分。この列車の着きます。失礼いたしました。5番乗り場から肥前山口武雄温泉方面の佐世保行きの特急列車緑3号とハウステンボス行きの特急列車ハウステンボス3号はともに8時57分の発車で5番乗り場からの発車です。そして降りのお客様、車内にお忘れ物や落とし物がないようにお気をつけください。降り口は右側です。4番乗り場に着きます。開くの後、足元にご注意ください。鳥栖を出ますと、次は久留米に停まります。